蹴りをつける。ディスタントセレブレーション。七つの大罪の一人を追い込んだとあらば相当な手柄。そうなれば俺もいよいよ聖騎士見習いに。なんだ、どうした。疑って死してきます。山猫の悲劇師団。油断するな。油断するな。こらこら。七つの大罪を探してるんだ。聖騎士たちを止めるためです。聖騎士を止めるって何から。聖騎士っていや、このリオネスを守る騎士の中の騎士、英雄だろうが。でもその彼らがこの国に戦をもたらそうとしていたら、先日
聖騎士たちの手により国王以下王族の者たちが次々と拘束されました。国王は病気で伏せってんじゃねえのか。それは聖騎士たちが流したデマです。彼らが何のために戦を始めるつもりなのか分かりません。ただ王国と周辺の町や村から人々を強制的に集めては着々とその準備を進めています。じきにこの辺りにも影響が及んでくるでしょう。マジかよ、大変だな。で、のんきだなおめえは相変わらず。でもさ、それと七つの大罪とどうつながんだ。唯一聖騎士たちを止める希望があるとすれば七つの大罪だけなんです。通告にあった人間かどうか確かめるのを忘れておった。決定、身元不明者2名死亡ってことでいいか。お前たち何を勝手に生きておる。わしの死亡決定を変更するでないわ。勝手に決定すんな。してどちらが七つの大罪とおぼしき人物なのか。どちらも手配書とは似とらんようじゃが。これはわしも運がいい。その耳飾りの紋章は王家のものだ。つまり恩美は決定、エリザベス王女。エリザベス王女？エリザベス王女っつったらこの国の第三王女様じゃねえか。恩美には王国から捜索指令が出ておりました。生きたまま捕らえよとのご命令ではありますが、事故死ならば致し方ないでしょうな。おお、決定、事故死。エリザベス、おい、どこ行くんだよ。逃げ切れません。お前、諦めるわけにはいかねえって言ってただろ。私がおとなしく投降すればあなたの命をむやみには奪わないはずです。
どの道ありゃ俺たち両方殺す気だぞ。どうして、私嬉しかったんです。たった一人で七つの大罪を探す旅に出て、旅なんてしたことなくって、すごく不安で、正体がバレないよう着慣れない鎧でクタクタになるまで歩いて、けど誰を頼ることもできなくて。なのにあなたはどこの誰とも知れない私に優しくしてくれて、だから私は名も知らないあなたをこれ以上巻き込みたくないの。メリオダス、それが俺の名前だ。あなたは、だって、そのシンボルは、獣の、いえ、ドラゴンの。うわっ！どういうことだ？わしの剣は確実にこやつを仕留めた。だが一撃をもらったのは、このわしじゃと。なんだそれは。俺の剣。待て、貴様の顔には見覚えが。いや、だとしたらなぜ昔と姿が変わっていない。俺が誰だか分かったか。まさか本当に貴様。この尋常ならざる力は、あの伝説が。うわあ！七つの大罪、憤怒の罪、ドラゴンシーン、メリオダス。これで一人目が見つかったわけだな、エリザベス。残りの6人のことなんだけどさ、俺も用があって最近あいつら探し始めたんだ。情報集めのために酒場をやりながらな。これで看板娘がいてくれたら客も情報ももっと集まるんだがな。え、一緒に行くだろ。しっかり。王国に増援要請を。これは一大事だぞ。ナイスタイミングだろ。さすがホークママ。呼びに来たのは俺だ。さあ行くぞ、次の町へ。出発だ、ホークママ。
ジェスタントフルブレイズ。豚の帽子だよ。今日は何の祭りだ。はあ、これが祭りに見えるか。聖騎士様が突き立てた剣を引き抜こうとしてんだよ。聖騎士が剣を、なんでまた。先日聖騎士様の怒りを買ってしもうてな。その方の魔力を帯びた剣が村の地下水全体を封じてしまったんじゃ。聖騎士様の剣を引き抜けるとしたら聖騎士様のお力しかない。村の者には言いにくいが、
この村はもうおしまいじゃよ。ああみんなして何情けねえ声出してんだよ。俺の立ちの7つの大罪にかかりゃそんな楽勝だぜ。これミード、一体誰のせいでこんな目に遭ってると思ってるんだい。こらこら、全員が最高の出来と自負しております。まずい、馬の小便よりはマシな程度だ。うちの村のエールをよくも聖騎士なんか知るもんか。げっ、聖騎士様の先に虫が。お許しくだされ。までに聖騎士様の剣を引き抜かねば、村人に課す取り立てを今までの10倍にする。むちゃくちゃだ。水が枯れたままじゃ10倍どころか1本分の酒も作れねえよ。これは罰だ。聖騎士様を侮辱しただけでなく、大罪に7つの大罪を友などとのたまったからだ。くそ、リードはバカなことさえしなければ。リード、またお前か。ガキじゃ面白くもなんともねえんだよ。取り立て20倍にするぞ。お前なんかに抜けるわけないだろう。いい加減にせい。村長、わしが酒造りの誇りを傷つけたら誰じゃ。ミードか、違うの。
あの子の行為はいつだってわしらの気持ちの代弁だったのではないか。ね、俺もお手伝う。俺もだ。ミード、一緒に抜いてやろうぜ。おい、おめえら俺たちの話聞いてたか。20倍だぞ、20倍。よし、行くぞ。リアンの俺たちは貴様らの安酒で飲み直しだ。抜けない剣を、あんなガキが、のぼ。ねえ、兄ちゃんはひょっとしたら本当に。おう、ひょっとしなくても、俺はただの立派な酒場のマスターだ。そうじゃなくて。ミード、すまなかった。わしたちを許してはくれないか。行け。ミード。ごめんな、ミード。